皆様おはようございます。お元気でしょうか。いつも無駄なしまかない道場ご視聴誠にありがとうございます。本日はですね、基本編エビフリアーの作り方ということでね、やってみたいと思います。それではまずね、シュリンピーですね。シュリンピーね、この皮をね、剥いていきましょう。この足があるでしょ。で、ここはちょっと切れてるんで、ここにね、指を入れてバッツンバッツンパラライカとね、全部皮を取ってしまいましょう。だいたいね、ここのここまでね、取るのね。まあ知ってる人はすいませんね、もう知らない人は知らない。単身赴任のお父さん、エビフライ作りますよ。ここまでね、皮を取るとね。で、こんな感じでガッツンガッツンパラライカとね、はい、取りましょう。はい、ラスト1匹入ります。ガッツンガッツンパラライカと、はい、全部のね、殻が取れました。これは捨てちゃいます。揚げてもうまいよこれでもね、うん。はい、そうしましたらここにね、剣っていうのがあるんですよ。この尖ったやつ、ね、このこれ刺せると危ないよみたいなね。で、これもね、取ってしまいましょう。こんな感じでガッツンガッツンパラライカと、これ剣ですね。剣見えてんかな。はい、ね、取りましょう。はい、そうしたらあとはね、エビを伸ばすだけで、ここに背わたが入ってるんで、包丁でね、こんな感じでね、ほら背わた出てきたよこれね、見える？これがあるとね、お口の中入ってるザラついちゃうから。まだついてるのかな。あ、ついてるね。あ、これ結構背わたついてる。最近背わたなしのエビがね多いんだけど、これ結構入ってるね。がっつり入ってます。はい、もう一回いきますよね。ここのこんな感じでね、こんな感じで包丁の背を入れてピッピッと取り出すと、OK だね。はい、最後いくよ。こんな感じで包丁入れてピッピッと取り出すと、これは入ってないか。薄いのが入ってるか。はい、こんな感じになりました。そうしたらですね、こう伸ばすわけなんですが、こう斜めに4箇所ぐらいね、斜めに4箇所ピッピッピッていくよ。はい、ピッで、これ全部がっつりいっちゃうと、切れちゃうんで、こんな感じで斜めに切り込み入れて、で、あとはこの尻尾の方からこんな感じでこう三角形を作るような感じでピッピッピッってね、こうまな板に押すような感じ。そうするとプチプチプチっていうから、そうすると曲がらないエビフライできますからね。はい、じゃあちょっとやっちゃいますよ。ワンツースリーフォーので、背ボールの方からプチプチプチっとね。はい、こんな感じ。ブリンブリンブリリンこと、はい、ラスト入りますよ。はい、ワンツースリーフォー筋入れてプチプチ、見えてねえかこれ、プチプチとね。はい、軽く叩いて、はい、出来上がり。はい、これで3本できました。で、あとはね、これパン粉つけてね、揚げるだけでございます。それではね、バナーコーナーの方へゴーしましょう。まあ、ただ自分が今日エビフライ無性に食いてえなっていう、そんだけの話なんですけどね。はい、それではバナーコーナーの方でエビフライ揚げてまいりましょう。はい、バナーコーナーにね、やってまいります。それでは早速ね、エビフリアー作ってまいりましょう。まずこれ塩コショウ軽くねした方がいいです。はい、ブラックペッピーですね。はい、ブラックペッピー見えてるかな。あ、パンパンと二振りぐらい、まあお好みでね、俺はスパイシーなエビフライってことはもうブラックペッピーでも真っ黒にしちゃっても OKOK でございます。はい、そしてお塩ですね。エビの重量の 1% ですね。はい、これをね、よくガッツンガッツンつりりんこと、はい、こんな感じでね、塩コショウできました。そうしたら次は打ち粉ですね。はい、打ち粉ね、これ片栗粉ですね。はい、片栗粉の中にまんべんなくね、パッツンパッツンパッツリーナとね、はい、感じです。はい、これができたら今度ね、泥の中入れますよ。ちょっと待ってね、これ一回全部つけちゃうからね。あ、パッツンパッツンパッツリーナと、はい、ついたら泥の中に入れるよ。はい、これラスト入ります。あ、パッツンパッツンパッツリーナですね。打ち粉ついたから泥の中にガッツンガッツンと入りました。はい、そうしたらこんな感じですね。はい、泥ね、泥の作り方は別のところにありますんでね、この尻尾のこのね、この辺まで泥つけてていいから、こんな感じね。で、まんべんなくついたかな、ついてるよーみたいなね、確認したら最後パン粉の中にドボンですね。はい、ちょっと待ってね、全部やっちゃうからね。はい、ドロンドロンドロロンパと、はい、ついたよーったら、ね、はい、パン粉にドカンと、はいね、最後ラスト入ります。あ、バッツンバッツンツリリーナ、全部ついたかな、ここら辺ついてないな、あ、ついたよーってドガンと、はい、これでね、こんな感じ
当たります。パン粉の中にドッカンドカンと入りました、入ったら見えてねえね。この上からまたパン粉ね、はい、パン粉サランサランサラリーなと、はい、こんな感じになりました。はい、エビフリアですね。エビがもうパン粉のお風呂に入っちゃったよみたいな感じで、そしたらね、このパッコンパッコンパッコリーナとね、まんべんなく粉をつけていきましょう。はい、ひっくり返してひっくり返してひっくり返して、はい、粉をパッコンパッコンと。はい、そうしたらね、油180度で揚げますよ。まだね、これ今浮かんでこないんで、150度ぐらいじゃないでしょうかね。油の温めるのを待ちましょう。はい、そろそろいいかな。泥をちょこっと落として、あ、まだ上がってこないな。今2秒ぐらいして上がってきたんで、これで今ね165度から170度ぐらいです。これが泥をね、泥でも天候でもこう落として1秒でそこについてから上がってくるね。でそこにつかないで上がってきちゃったらもう190とか200度あるんでね、一旦火は止めてね、180度にしましょう。どうかな、そろそろ、175度って感じですね。どうかな、はい、ね、今そこについてツンと上がってきた。これで180度間違いなしでございます。そしたらエビフライをね、はい、静かにガッツンと、静かにガッツンと、静かにガッツンと入れましょう。はい、あとはね、上がってくるのを待つだけでございます。でこの火加減がね大事なんで、このまま強火でやっちゃうと結構ね200度210度っていっちゃうんでね、この辺は中火にして180度をキープするような感じ。ここが難しいんだよね、フライモンとか天ぷらもんはね。うん、まあこれは慣れなんでね、頑張ってやってみてください。はい、それではね、上がるのを待ちましょう。うまそうだよねエビフライ。はい、いい感じでねエビフリアーの方ね上がってまいりました。まあ揚げ上がりの目安なんですが、まあ、表面をつっついてカチカチ感が出たらね OKOK です。そして沈んでいたエビフライがねもう上の方に上がってきてる。こうなったらね、食い時揚げ時でございます。で油をよく切ってね、引き上げましょう。こんな感じですね。ガッツンガッツン足らないねと、ガッツンガッツンパラダイねと、こう難しいんだよねこれ、結構曲がっちゃってね。でもこれもう練習あるのみなんでね、うん、あのエビの伸ばし方別動画でありますんでね、今の分かりにくかったなという方はそちらの方ねご覧くださいませ。はい、カスをすくって、はい、火は止めてと。はい、これでね、エビフリア完成となります。あ、見えてないね、ごめんなさい。はい、エビフリア完成となります。それではね、テーブルの方に運んで食してまいりましょう。うまそうです。はい、テーブルの方にですね、エビフライ運んでまいりました。まあ、さらにね、キャベツとかレタスとかトマトでね、盛り付けて食べるのもいいかもしれませんが、まあ、まかないっちゅうことでね、いつものように丼の上にバッツンバッツンバッツンに乗っけてしまいました。はい、それではね、いただきましょう。これ何で食ってもうまいよね。マヨネーズもうまいし、ケチャップもうまいし、ソースもうまいし、醤油もうまいんですね。で私ちょっと醤油派なんでね、醤油をパッカリーナとかけて、これがうまいのよ、つまみにもなるし。はい、生玉ぶっかけリーナー、いい感じじゃないのこれ、うまそうよね。はい、それではね、早速食してまいりましょう。なんかいい具合に卵乗っかっちゃってるねこれみたいなね、うん、はい、カリカリサクサク、カリカリサクサクで、これね、黄身をちょっとつけてさっゆっくり醤油味よ。いきます、いただきます。うん、熱いから気をつけてよ、これ。うん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 。で、飯だね。たまんないね。いただきます。うん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 。おいしい、おいしい、おいしい。今日もベリーグッドじゃありませんか。この尻尾もうまそうだね。もうエビフライっつったら尻尾だろこれみたいなね、うん、感じではないでしょうか。はい、それでは本日も最後までむなしばかない道場ご視聴誠にありがとうございます。本日はですね、基本に戻ってエビフライの作り方、これを動画にしてみましたね。いや、単身赴任のお父さんね、頑張ってください。うん、家庭科でエビフライこの作るんだけどっていう小学生の皆さんね、エビの伸ばし方分かっちゃったかなこれ。そして新米主婦の皆さん、 OL の皆さん、女子かということでね、エビフライ作ってみてはいかがでしょうか。うまいから
あ、そして皆様に一つお願いございます。動画アップのモチベーションを維持するために皆様なんとかにグッドマーク1票入れていただければ幸いかと思われます。それでは失礼いたします。良い一日をエビフライ食って今日も元気を出そうぜ。じゃあね。